トカラ文字とは、ブラーフミー文字の一種で、中央アジアのインドヨーロッパ語族に属すトカラ語を、すのに用いられた文字。とりわけ、8世紀頃から、ヤシの葉、木版、中国紙などに書かれたものが、タリム盆地の極度に乾燥した気候によって、保存されている。言語サンプルの出土地点は、くちゃ、カシュガルなどで、多くの壁面上の記述を含む。 トカラ語 A とトカラ語 B は相互に理解可能ではない。正確に言えば、試験的な解釈に依拠する、作りは、トクラに関連づくという説は、本来、トカラ語 A のみが、トハラ人に結びつくのであって、トカラ語 B の方は、くちゃごと呼ぶべきである。しかし、学術研究においては、両者の文法は通常一緒に扱われるため、A と B という呼称は、都合が良いと考えられている。 共通の言トカラ語は、少なくとも数世紀は、遡れる言語でなければならないが、おそらくは、紀元前一世紀頃と推定される。また、トカラ語 A は、地理的範囲の狭さと、世俗的文書の少なさから、これを天礼言語とし、両者は、漢文と現代中国語のような関係性にあったのではないかとも考えられている。しかしながら、 トカラ語文書全般の保存状態が断片的であるがために、トカラ語 A の世俗的コーパスが少ないことを断定できるわけではない。トカラ語で使用される文字は、ブラーフミー系文字のアルファベット音素に由来しており、社体のブラーフミー文字とも称される。趣向の多くがすでに知られている物点をサンスクリット語から翻訳したものであることが明らかとなり、これが時には二言語平気であったことから、 新しい言語の解読は大いに促進された。仏教やマニ教などの宗教書以外では、寺院における往来書館や帳簿、商業文書、キャラワンの許可書、絵術、呪術、恋愛史などがある。彼らの多くは、マニ教の二元論と仏教を信仰していた。1998年に中国の言語学者紀仙ヤ詩は、1974年に延期で発見された。 ミロク会見記段ペンに関する翻訳及び分析を出版した。トカラ文字はおそらくウイクグルがキルギズによってモンゴル高原から駆逐されてタリム盆地へと逃れた頃840年以降に絶滅したと考えられる。この説はトカラ語から翻訳されたウイグル語文書の発見を指示するものである。ウイグルによる支配の時期、人々はウイグル人と同化していき、 現代の信教の民族構成が形成されていった、考えられる。トカラ文字は、ブラーフミー文字を基礎とする文字である。すべてのシーンは、最初から母音を持っており、母音記号を使って追加することができ、また、ビラーマと呼ばれる特殊な取り消し記号を使って、母音を無効化することもできる。ブラーフミー文字と同様に、連続したシーンを重ねることができ、また、 不規則な、重ね形としてがある。フラグメンツ・オブ・ザ・トチャリアン、アンドリュー・レナード、ハウ・ザ・ワールド・ワークス、サロン・ドット・コム、ジャニュアリー二十九二千八レビューオブ、フラグメンツ・オブ・ザ・トチャリアン・エーマト・レア・サミティ、ナタカ・オブ・ザ・シンチアン・ミュージアム、チャイナ・イン、コラボレーション・ウィズ、ウェルナー・ウィンター・アンド・ジョルジジーン・ピナールド・バイ・ジッシー・オンリーン、JC ・ライト・ブレティン、 オブザスクールオブオリエンタルアフリカンスタディーズ、ユニバーシティオブロンドン、ボリューム62、ナンバー2、ピアニッシモ、367、370、フラグメンツオブザトチャリアンエーマトレイヤーサミティ、ナタカオブザジンジーングミュージアム、チャイナ、ジシオンリーン、ベルナーウィンター、ジョルジュ、ジーンピナールト、トレンズインリングイスティックス、 スタディーズモネグラフスハットギパートヨースとト,トチャリアンブラーフミースクリプトタイタスディトプティカ2013年5月8日閲覧ありがとうございます